ちさとセルシー、ちさとセルシーシアター、ちさとセルシーシアターは、大阪府豊中市のちさとニュータウンに存在していた映画館。1972年11月15日、ちさと中央駅前の中核となる複合商業施設、ちさとセルシーの開店と共に開館。飲食店などが集まる、近い、閉館まで常に、パチンコ屋の向かいという立地で営業した。初上映作品は、 永遠のエルザだった。1994年頃にはいち早く会員システムを導入し、映画館が会員システムを採用するモデルケースとなったとされる。1980年頃には豊中市内に7スクリーンの映画館が存在していたが、一つまた一つと閉館し、1990年代以降は当館を残すのみとなった。 2001年6月に一旦は休館となるも、同年9月には事業主を変更して再開館し、2003年からは ABC ラジオの番組、ABC アシット映画館のパーソナリティだった平野秀夫が不定期で1日館長を務めた。また、2008年6月14日の世界は時々美しいの上映時には、同作の監督だったミノリが、 舞台挨拶で来館している。映画上映集団 RCS が上映作品のプロデュースを手掛けていた時期もあったが、2010年頃にプロデュースから撤退した。観客数の低迷に加え、デジタルシネマ界の負担が大きいことを理由に、2014年8月31日に閉館。その日の最終上映作品は、 最強の二人だった。ありがとうございます。